チャンスがあったらそこでも決めちゃおうと思ってます、はい、そして田辺さん一言お願いします。まあ飛ばしていきますよ、うん、の印象というのは、やっぱプロだな全日は。王道だけあって。ケロさんは？そうですね、しっかりしてるレスリングがあるんで、はい、僕らもやりがあります。今日の試合への意気込みを。今日は勝ちますよ。最終戦で勝って弾みつけてドームに行こうと思ってますから、はい、なんとかストップしてね、はい、今日勝ってこれからもガッといけるように、こちらが向かって左側が邪道、そして右側金髪ヘアが下道です。上下赤、そして向かい打ちます全日本プロレス、赤いショートタイツが志賀健太郎、そして小川義成が31歳ベテランです。下がりました。志賀が残ります。30分の一本勝負、邪道下道にとってこの日本武道館のファイトが東京ドームへとつながります。邪道下道は下道が先発、一方全日本プロレスからは志賀健太郎が先発です。フライングメイヤーヘッドシダー、まず序盤戦は基本的なファイト、頭を落として、そして今度は腕を取りに行きましたが、今度は下道が体勢を変えました。無理になります。もう一つヘッドした圧は志賀、今年 5.1 全日東京ドーム大会開催が決定いたしました。そしてその東京ドーム大会には広く門戸が開放されはしました。しかし選ばれし者のみにジャイアント馬場は東京ドームのリングに上がることを許します。そのテストシリーズとして冬木軍プロモーションからこの邪道と下道がエントリーしてまいりました。今シーズンこの東京ドーム大会へ向けてのテストシリーズ、このシリーズでは9回目の登場になります。邪道と下道です。腕を取っていきました志賀。過去8回のこのシリーズの戦いでは邪道下道コンビは3勝5敗という成績です。金髪の孫悟空ヘア、こちらが下道です。このシリーズ中2月20日に29歳になりました。足を取って今度は体勢上になります。フロントのヘッドロック、体勢を返しました志賀。この全日本プロレスのマットを過去8戦して開幕戦だけは緊張したけれども、それ以降は緊張はないと話していましたけどです。腕を取って投げて、そして今度は腕へのダメージ、志賀健太郎。この小川義成、志賀健太郎組とも2月25日埼玉の茎大会で対戦しております。邪道と下道、この時には志賀が最後は下道を仕留めました。スイング式の DDT でした。そして赤コーナー全日本プロレス側は小川にスイッチです。小川が下道を捉えました。試合前このシリーズ小川さんにキリキリ舞いさせられていると話していた下道です。昨日2月27日大和大会では小川金丸組と対戦しました。邪道下道、下道が一瞬の隙を突かれて小川に丸め込まれております。これまでこのシリーズ3勝5敗の邪道下道コンビ、しかしファイト以上にファンのハートは掴んでいる邪道下道です。さあ下道から邪道へ、下道よりも一回り体格の大きい邪道が入ってまいりました。小川邪道、おっと邪道が勝ちました。ショルダータックル、大見えを切って、さあそして今度はフライングメイヤー、後ろからの今度はあらかじめに入りましたスリーパーホールド。今度は首4の字固め、
この日本武道館大会、全日本プロレスの日本武道館大会に上がるのは初めてということになります。邪道と下道です。以前 UWF インターの試合では日本武道館大会に登場したことがあります。プロレスキャリアの中で2回目の日本武道館、ダウンのコンビネーションショルダーです。そして下道が残りました。カバー、ハンドは2、あらかじめです。背中に下道の外という文字をあしらっています。金髪の下道、東京武蔵村山市出身。おっと、志賀健太郎が足でのタッチで入ってこようとしましたが、これは認められません。砂漠レフリーは山本義弘です。さあ邪道にスイッチしました。今度はどんな技か。おっと、ニーリフト、志賀へのスイッチ、小川。さあ志賀がエルボーから入ってきました。ロープに追い詰めて、手、さあどうする、ドロップキック、これは高さがあります。カバーに入った。あとは2、邪道難なく跳ね上げました。フライングベア、今度は顎への攻撃。こちらが邪道です。下道と同じ29歳、同い年です。89年にプロレスデビューしました。邪道下道、そのプロレスデビュー以来2人でコンビを組んでいます。もう10年近く一心同体でファイトをしてきたということになります、この2人。さあそして下道が入ってきた。コンビネーションならどの日本人コンビにも負けない、この全日本プロレスのシリーズでもそれだけは確信したと話しておりました。邪道と、そして下道、こちらが下道です。5分経過、ここまでは五分と五分の試合運び。2月25日の試合では試合のスイング式の DDT に下道が抑え込まれました。エルボードロップ、見事なコンビネーションです。さあそして邪道が、これは得意技の一つ、釣り天井に行こうというところです。見事に切られた日本武道館、大きな玉ねぎの下で釣り天井であります。ロベロスペシャル、非常にプロレスのファイト、また基本はしっかりしているこの邪道と下道、違和感はない、コンビネーションは素晴らしいとこの志賀健太郎も話していました。そのあたりでは全日本プロレスのレスラー陣の中でも合格点を得ているこの邪道と下道。 5.1 東京ドームへの道です。さあサイドバスターとエルボードロップの合体、これもコンビネーションバッチリです。ガッツー、もうすでに10年近くコンビを組んでいる邪道と下道。さあそして今度はフルアームスープレックス、人間風車、志賀を捉えました。小川のカットです。そして放送席前、下道が落ちてきた。小川も追ってくる。さあ下道と小川だ、切磋琢磨に振られた。そして志賀も場外本部席前、すでにタッチを行っている小川へ。さあ小川、リング上で下道を捉えた。スタンディングのスリーパーホールド、邪道にサポートを求めますが、これはこれは金敵切り上げました。しかしスイング式の入ってきた、スワンダイブ式のドロップキックから志賀がバックドロップ、岩石落とし、下道を捉えました。しかしちょっと小川、これは男子として大事なところをやられてしまいました。まさに下道、その名の通りのファイト、金敵でピンチを出しましたが、志賀が今度は待っています。ショルダースルー、カバーに入ります。まずは2、こういったところの小ずるいファイトも邪道下道の持ち味。ニュートラルコーナーから逆のコーナーへ。さあそして志賀突進、エルボーから、おっとまだ下道倒れません。前に崩れてきたところ、志賀から今度は小川へ。小川をいい目標にしている下道ですが、これはトップからのフットスタンプ。小川義成、180cm 90kg、31歳です。小川は1985年の秋デビュー。あーっとこれは金敵、お返しお返し、満を持しての金敵、盤石の体勢で玉を潰しに行きました。まさに玉を取りに行きました。そしてもう一度か、
この辺りの落差法でも負けていないのはこの前日では小川ですが、おー、志賀も小川に習ってか、もう一発金的、これは志賀にしては珍しいファイトです。そして志賀から小川へ打っていきました。しかし取れませんけど、ここでテイクダウン、金髪のゲノー、小川とゲノーです。前に連れました。リングの中央です。小川がロープに振った、回転襟固め、カウントは1つ。しかし邪道へはつながりません。邪道下道コンビ、ここは全日本プロレスコンビ志賀と小川のペースです。キック入ってきました。赤コーナーです。全日態度、ちょっとこの時間帯は下道が捕まっています。ロープに振られて、おっとバックに回った。さあどうする、バックを取り返す志賀、おっとラリアットが待っていました。ここでスイッチ、邪道が入ってきた。ロープに飛んでラリアット、これはズバリと決まりました。さあ技の一つ一つがドームへとつながります。邪道下道、ラリアットかわした、バックを取った。さあどうする、取り返して邪道、ロープに飛んで志賀、キックが待っている。そしてこのまま垂直落下式のブリンバスターから速いクワ、さあ邪道を仕留めたか、カウント3、カウント3、邪道下道コンビ小川そして志賀を倒しました。髪の毛を短く切りました。この試合に向けての意気込みが感じられます。チャンピオンチームの左田上三河田、チームウィーデン、ああ取られていった、オブライトは体を投げていった。そしてウィーデンスは抱え上げた、さあリフトアップだ、いきなり抱え上げて、さあリングの中央、高々と抱え上げましたウィーディアムス。今ようやく試合開始の部分が鳴りました。チャレンジャーチームのウィーディアムス、そしてオブライト、トライアングルオファーの2人が一旦リングチームを攻め立てました。さあ試合が今動いた、リングの中では川田、オブライト、そしてトライアングルオファーと勘抜けられていったウィーディアムス。さあリングの中では川田、そしてオブライト、勢いに乗るチャレンジャーチーム。さあ両手を掴んで離れていったスープレックス、しかし次の立ち上がった川田、場外では田植え、そしてウィリアムス、リングの中では川田、そしてオブライトになります。あとさあ場外で抱え上げた、危険な体勢、投げつけていきますウィリアムス。さあ目をリングの中に戻しましょう。リング中央は川田、そしてオブライト、チャレンジャーチームが積極果敢に攻めてまいりました。さあこれから川田がオブライトを投げようのかというところですが、あっとすぐさまこの川田の左の膝の裏のあたりに一撃を加えてまいりました。放送の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、今シリーズのウィリアムス、オブライトはそれまでのシリーズは全く違う勢いがありますね。そうですね、あの勢いはあるんですがね、あのやっぱこの2人自分たちの力を過信してみてね、あのチームワークというのはあんまりないんですよね。あ、なるほど、確かに一人一人の力はすごいですよね。そうですね、今シリーズに入ってから川田がこのシングルマッチでオブライトにフルネルソンスープレックスで沈められました。そしてタッグマッチでは田植えがウィリアムスに負けています。そういった面では状況は 100% チャンピオンチーム不利という今日の最終大一番の世界タッグ選手権試合です。リングの中ではオブライトが川田の膝を攻め立てています。さあ口を大きく開けてなんとかこの技をこらえようという川田、ロープまではまだ若干の距離が残っています。チャンピオンチームの川田、そして田植えにとっては今日が初防衛戦になります。1月25日の横浜大会で小橋エース組を破りまして第35代の世界タッグチャンピオンとなりました。あっと膝のあたりに低空ドロップキック、トライアングルを作りますオブライト、しかし場内の反応はどうしてもチャンピオンサイドに傾いています。選手コールの行われる前に引っかかっていきました。チャレンジャーチームのウィリアムス、そしてコーナーに控えるオブライト、真っ黒に精悍に日焼けしていますスティーブ・ウィリアムスです。
試合前に引っかかっていったこともありまして大荒れが予想された今回の世界タッグですが今試合はようやく落ち着いてまいりました。タックルに行きましたウィリアムス。さあ馬乗りになって顔面パンチを振り下ろしていきます。試合前に話を聞きますと田上がこのパートナーの川田、この川田が今日の試合を決めてくれることを信じていると語っております。バックになった、バックになった、座を抱えていきます。インクラッシャー、足を掴んでリーグボストンクラブ、逆肩襟型の体勢に入りましたウィリアムスです。そしてご覧の田上、場外で先ほどウィリアムスに鉄柱攻撃、そしてボディスラムを切ってまだ満足に立ち上がることができません。顔面を踏みつけてのハーフボストンクラブです。チャレンジャーチームのスティーブ・ウィリアムス188センチの123キロ、一方パートナーのオブライトが191センチ160キロです。立ち上がりは劣勢に立たされています。チャンピオンチームの川田、そして田上です。まだ田上はリングの中で試合を行っていません。試合開始からずっとこの川田が捕まる格好になりました。チャレンジャーのウィリアムス・グライトは去年の10月4日名古屋大会で小橋エース組に敗れて以来の世界タッグへの挑戦ということになります。およそ5ヶ月ぶりの世界タッグへの挑戦です。ウィリアムスが徹底してこの川田の左の膝、この膝を砕きにかかっています。前回このウィリアムス・オブライトベルトを奪ったはいいんですが防衛回数はわずかに1回でした。そういった意味でもなんとかこのベルトを取って全日マットでの立場を取りとしたいところ。さあステップオーバートーホールドウィズフェイスロック STF に入っていますオブライトです。たまらず田植えが勝った、ようやく田植えが戻ってまいりました。しかしショルダータックルでウィリアムスが勝ち出した。どうしてもチャンピオンサイドは孤立無援、四面楚歌の状態になってしまいます。さあリングの中ウィリアムスが羽がいじめだ、抱え上げて落としていった、のど輪の両領で落としていった。田植えのパットが間に合いました。一方のチャンピオンチームの川田田植え組、このコンビではすでに5回目のベルト体感ということになります。あっとちょっと川田の視線が泳いでいる、危ないぞ。ウィリアムスを振ってラリアット、そのままスリーパーホールドに入りますが赤コーナー、おっとコーナーマットにウィリアムス顔面を打ち付けた。田植え登場、田植えがウィリアムスをロープに飛ばしてハイキック、助走がついた、確実に顎を捉えていきました。田植えのハイキック、あ田植えはこの右足一本で両者を引き離してまいります。さあ掴んだ、ラリアット左腕、この辺りの田植えの動きというものが非常によく出ています。カウントは2です。1月25日の横浜大会で小橋エース組を破ったのはこの田植えのコーナートップからのダイビングハイキックでした。その右足の威力は定評があります。ラリアット立ち上げた、ここ一番では必ず力を、そして結果を出してくる田植え、バックルバットウィリアムス意地を当てます。おっと田植えの肘鉄砲がウィリアムスの鼻っ柱を捉えました。田植えが自らロープに飛んで、あっと止まった、あっとこれは嫌な予感、田植えの巨体がマットに打ち付けられます。おっと、チャンピオンチームもなかなかその自分たちのリズムをつかむことができません。やはりそのタッグチームのキャリアという面では、なんといっても川田そして田植え組、その信頼関係というものはかなりありますからね。そうですね、川田田植えがなんとかその相手チームを分断しようというところなんですが、その流れを断ち切られています。あっとフロントサイドロープを挟んでのスリーパーホールドです。おっとトップロープ越しにウィリアムスが全体重を浴びせかけてスリーパーホールド、おっとそのまま引っこ抜いた、リングの中央まで引き戻しましたウィリアムス。思わずこの田植えの舌が出ています。
この川田田植組対ウィリアムス・オブライト組という試合は過去唯一1回だけ直接対決があります。去年の最強タッグ11月20日の神戸大会、その時にはわずか10分54秒オブライトが川田をフルネルソンスープレックスで破っています。ウィリアムス、そしてオブライト、今シリーズもその勝ち名乗りを受けるごとにあのトライアングルを作りまして、そしてベルトを任せろというジェスチャーを行っています。それだけこのウィリアムス・オブライトは世界タッグのチャンピオンというものに対するこだわりが強くあります。ウィリアムス・オブライトとしますと、なんとかこのタウエ・ファードの連携を崩したいところですね。そうですけどもね、このウィリアムスもオブライトも、本当に強いんですよ。強いんだけども全くレスリングが下手なんですね。そういう点でね、やっぱりレスリングのできるこの2人がね、あの、なんだろうな、僕らから見たらね、もう分があるようにね、こういうもう力っていうのはすごいんですがね、なんか技を組むときのそのウィリアムスもオブライトもなんブサイクでね、ぎこちないもんですからね、よく効いてしまうんですよ。なるほど。でこれ今川田がこうやってワリアント受けましたけど、はい、倒れる時のあのうまさですね、受け身ですね、これがね、まあ他の人には分からないんですよね。あまりにも上手に倒れますからね。さあ組んだ、投げていったオブライト、もう一回強引に投げていきますオブライト。川田はこのオブライトのスープレックスを気をつけなければいけません。両足を抱え込まれた川田、膝を当てて、さあダブルアームスープレックス、殺人風車が人間風車を見せました。このシリーズの川田はこのオブライトにいいように投げられています。さあバックに回るんだ、あっジャーマン、あっとそのままもう一回来るか、もう一回来るか、バランタウェアカットに入ります。あっと浴びせ蹴りを見せました川田、さあタウェアが掴んだ、ノノはノノは落とし、さあウィリアムス・オブライトが分断された、チャンピオンチームが優勢です。場外ではタウェア、そしてウィリアムス、さあリングの中では川田、川田ストレッチクラブに入りました川田、ポジションがいい、リングの中央がっちりのストレッチクラブの体勢に入りました川田。あっとしかし場外ではウィリアムスが息を吹き返してリングをぐるっと一周回って川田の背後に忍び寄ってまいりました。リアットを振り下ろしますウィリアムス、さあしかしさタウがウィリアムスを呪わ、おい音が日本武道館の天井まで響きました。ハイキック、思わずのけぞったオブライト、あっタウが取った、タウが取った、そしてリングの中ではカバダハイキック、ジャンピングハイキック、オブライト第6位カバーに入った、カバダチャンピオンチーム初の応援に成功。タウが場外飛んでいる間にリングの中ではカバダジャンピングハイキック2連発、1月25日に奪った世界タッグのベルト見事初防衛に成功しました。川田さんこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。